こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。近年、日韓問題はさらにこじれている状況。まだレーダー照射問題を許したわけではないし忘れてもいない。韓国軍の無礼の数々には、日本や国際社会でも認識され染めた。では、今回レーダー照射問題に、さらなるスポットを当ててみていきますね。国を挙げた日本に対する無礼さはほんと見たくないですね。それでは、これは予感ですが、もしかすると、朝鮮半島では、これから大きな動きが、出てくるかもしれません。信頼性には問題がありますが、北朝鮮の、金主席重病説によって、北が崩壊するか、もしくは、大きく発展という、可能性です。もちろん、不透明すぎる部分が、たくさんありますし、世界の非難を無視して、何度もミサイル発射を繰り返す行動には疑問も感じるところです。その一方、韓国ではこれからが大きな転換期となるようです。日本やアメリカとの連携を強化していくかについては、不透明の状況になりつつあるのですが、韓国国内では、アメリカとの関係が疎遠になっても、さほど大きな問題にはならないようです。というのは、アメリカに対する一方の言う、中国に近寄っている、状況だからと思われます。つまり、アメリカがダメなら、他に中国という、大きな存在があるんだから、大丈夫というわけでしょうか。日本としては、例のレーダー照射事件がありますから、韓国を同盟国として、もろ手を挙げて信頼するというわけにはいかない状態です。あの事件は、忘れてはならない、重要なものでしょう。では、改めて、レーダー照射問題の、現在の状況を紹介したいと思います。2020年4月15日に韓国の総選挙が実施されました。当初の予想では、文政権危うしということでしたが、蓋を開けてみれば、現政権が記録的大勝利を収めました。コロナウイルスショックなどもあったのですが、このままで良いと望んだ人が多かったようですね。というのも、ヨーロッパやアメリカなどを中心に感染拡大が続いているコロナウイルスに対して文政権の封じ込め策が成功したことが追い風になったと思われます。日本としては、文政権は反日的な言動が多いので、政権が続くことにはちょっと気が重いという人も多いのではないでしょうか。具体的には、ホワイト国からの除外への対抗策として打ち出した日本製品の不買運動、2018年12月の韓国軍艦艇からのレーダー照射問題などを考えると、どうしても文政権継続には冷ややかに見てしまいますね。もちろん、それ以外にも、国際観艦式で海上自衛隊艦艇が旭日旗を掲揚しようというのを禁止申し入れということもありました。海自の国旗は旭日旗なのですが、太平洋戦争の日本統治下を思い出すので嫌なのでしょう。
これ以外にも、枚挙にいとまがないくらいの、ある意味見事なくらいの、反日対応を続けている韓国なのですが、レーダー照射事件は、やはり、その中でも、特別な意味があると思われます。理由は、韓国も日本も、アメリカを相手にする、軍事同盟を結んでいます。つまり、同じ立場の仲間という、国同士なのですが、レーダー照射というのは、攻撃準備と考えることができる挑発行為に他ならないからです。同盟国を攻撃しようとしていたと見受けられても、仕方のない行動だったと。いうわけです。レーダー照射事件については、かなり時間が、経過してしまったのですが、果たしてどんな問題だったのか、改めて振り返ってみたいと思います。事件の発生は2018年12月20日でした。韓国海軍の駆逐艦クアンゲとデワンが海上自衛隊の P1 哨戒機に対して火器管制レーダーを照射したという事件でした。この火器管制レーダーというのは STIR と呼ばれるもので、非常に細いレーザーのような電波を航空目標、航空機などに照射します。それによって対象物を捕捉し、連携する兵器を使用して撃墜する装置ということです。今回の韓国海軍の駆逐艦ヒロヒラキツチダヨは、この火器管制レーダーの統制の下にシースパロー艦対空ミサイルを装備していましたから、P1 哨戒機は、そのターゲットにされたということを意味していると推測されました。この状態が、よく耳にするいわゆる、ロックオン状態ということになります。ですから、ヒロヒラキツチダヨに、その気があれば、P1 哨戒機に向けてミサイルが、発射可能な、日本にとっては、危険な状態だったのです。ご存知の通り、過去には、中国海軍艦艇から、自衛隊機がレーダー照射を受けた、同じような事件も発生しています。言うまでもなく、こちらも非常に危険な行為でした。しかし、お互いに仮想敵国とみなしている国同士ですから、中国からの行為というのは、まだまだ予測の範囲ということで、誇り得たとも言えましょう。しかしこの時は韓国です。日本は、韓国を仮想敵国とはみなしていません。韓国はそう思っていないのでしょうが、一方的に韓国からそう考えられている残念な状態ですが、仮にもアメリカと共に同盟国の一翼を担う国に対して軽々しく行うような行為であるとは到底言えないのではないでしょうか。加えて、このレーダー照射事件について日本が抗議すると、韓国は最初は火器管制レーダーを使用していないと反論したのですが、やがて海上自衛隊の P1 哨戒機が危険な飛行で挑発したと主張を変えていきました。そもそも論になりますが、このレーダー照射事件が起きたのは日本の排他的経済水域内です。韓国の艦船は勝手に入り込んだ状態だったのです。韓国海軍の大型駆逐艦ヒロヒラキツチダヨがどうしてそこにわざわざ出向いていたのかなど、不自然な動きが多いと考えられていました。
韓国の言い分としては、駆逐艦ヒロヒラキ土田洋は、北朝鮮の遭難船の人道的な、捜索、救助活動を行っていたということです。海自の P1 哨戒機は、自分たちに、挑発的な危険飛行をしてきたと言い張っています。ちなみに、駆逐艦ヒロヒラキ土田洋は、韓国海軍初の国産駆逐艦です。諸元は、基準排水量3200トン、全長 135.4M、全幅 14.2M ですから、海自のイージス艦と比較すれば小さいと言える艦艇です。名前の黄海道王というのは、古代朝鮮半島を治めた偉大な王の名前ですから、韓国の意図が想像できますね。しかし、この黄海道王は、純然な水上戦闘艦である駆逐艦ですから、外国籍である北朝鮮の遭難船の救助に、この艦がわざわざ出動することが、あり得るのかというのも大いなる疑問ですし、おかしな点が多すぎると思わざるを得ない状況です。ほじくった見方としては、今や世界中が警戒している北朝鮮の背取り行為を補助していたのではないかと指摘する声があります。だからこそ、レーダーを照射して、まで P1 哨戒機を現場から遠ざけようとしたのではないかという声もあるのです。背取り行為というのは、海上で船から船へ荷物を積み替える行為のことです。2018年には国連の経済制裁を受けた北朝鮮の関係者が石油を別の船籍の船に移し替えて密輸していたことが問題になったそうです。しかし、これが事実かどうかは、結局はっきりとした検証はできません。ただし、文政権は、北朝鮮への融和的な姿勢を見せていますから、背取りへの協力といった指摘は、あながち的外れではないとすら、感じられてしまいますね。筆者としては、駆逐艦ヒロヒラキ土田洋のレーダー照射は、一部の韓国軍人の暴走が起こした事件と思われるのですが、やはり、奥底には日本を執拗に敵視する思考が、現在もずっと継続しているような気がします。